ベゴンテは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカダテイラチャに属す。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は3322人。住民故障は、ベゴンチの A。自治体の守護成人は、サンペドロ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.86%。ベゴンテは、ルーゴ県の中部に位置し、 トマルカダテイラチャに属する。北から西にかけてがギティリス、北がビラルバとコスペルト、東がラバデと、東から南にかけてがオーテイロデレート、南がフリオルの各自治体と隣接。自治体の中心地区はベゴンテ教区のベゴンテ地区。県とルーゴからは 19km の距離にある。ベゴンテはビラルバ司法管轄区に属す。 住民は19の教区の103のに居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のホセウジャ、ロチャ、自治体表議員は、ガリシア国民党、8、ガリシア社会党、2、イブット、1となっている。ベゴンテは19の教区に分けられる。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。